こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。その手に持ってるの何ですか？これは、エスメラルダベリーダンススクールの発表会のチラシです。いつあるんですか？9月の23日ですね。今年です。9月の23、あれ？いつも12月にやってるじゃないの？ちょっと今年は訳あって早めました。何を訳あってって何、まあ、いいじゃないですか。どこでやんねや。大間さんどこでしたっけ。はい、北上桜ホール中ホールで開催します。あ、俺も行っていいのかな。いいですよ。そこにいる人たちなんだ。あ、これですか。そうなんと東北では珍しく、生演奏で発表会を行うんです。で、アラディーンさん、アラディーンという団体さんからウードの松尾健さんとタブラのペタシさんを迎えて第2部は生演奏でお届けする予定です。楽しみだね。その生演奏で2人踊るの。はい、踊ります。何踊るのや。それは言えないですよ。いいからなんかここだけの話いいから。これチケットどこで買ったらいいんだろう。お近くのエスメラルダ人生徒さんとか、あとはプレイガイドが北上桜ホールであります。じゃあそこで買えばいいんだな。おじさんも買ったら入ります。俺も買ったら入れるのか。